どこ行った？どうも皆さんこんにちは。マインクラフトクリア回数2000回オーバーとも言われてる男、前太郎です。最近マインクラフトが 1.19 へと進化したんだけど、それでだよ、ウォーデンっていう新しいモブがね、まあ、ボーキモ、これカエルなんですよ皆さん。まあちょっと話変わっちゃうけどいけない。これカエルです皆さん。新モブです。可愛いでしょこいつ。あ、どういった、え、可愛いねこいつ、見てください、可愛いでしょ。これも新モブなんですよ、カエルっていうね。皆さんカエルって知ってますか？まあちょっと話元に戻すけど、ウォーデンっていう鬼強最強モブが追加されたらしくて、なんかそいつは噂によるとエンダードラゴンの2倍の体力を持つと、もやエンドの存在価値が危うくなったとも言われてます巷では。でも待てよと、マインクラフト2000回オーバーでクリアした男が勝てるのかと皆さん疑問に思ってませんか？思ってますよね。まあなので今日はそのウォーデンってやらを倒しに行くんだけど、まあちょっと鬼強い、本当にエグいって聞いたんで、そのなんか冗談抜きでこんな素っ裸で言ったらウォーデンの鼻息で死ぬみたいな。だから今日はちょっと秘策を用意してきました。この石あるじゃん、この石を掘ると同じ。見てね。おお、ちょっとやりすぎた。はい。でも、見てください。一瞬でこんな揃える男いますか？俺以外に一瞬でこんな揃えれる男いますか？なので今日はちょっと秘策を使ってね、倒しに行こうかなと、ウォーデンを。OK、でも皆さんこんなもんじゃないんですよ。お前やばい！楽しい！これがちょっと、すごい！やばい、ラグくん大丈夫これ。とりあえずだよ。この中から最強の防具たち集めます。よし、来たね。これも完璧でしょ。藤野取ってめっちゃ持ってるし。まあ、縦意味あんのかわかんないけど、一応持っていくと。もう準備万端です。じゃあ早速ね、ジャンピング儀式行っていきたいと思います。古代都市に、ゴー！はい。というわけで、やってきてまいりました。皆さん、なんとただいま、古代都市と呼ばれるところに私は来ています。ということで、見てください。こちらです、皆さん。なんとこちらが、かの有名な古代都市、ウォーデンの、住処です。こちら非常に恐ろしい場所となってます。でも私はここに侵入していきます。なぜならそういう男だから。リグルエリトラを取って彼に決めていきますね。そのウォーデンってやつは音にすごい敏感らしいので、音をあんまり立てないことを気をつけていけば、まあ余裕でぶち殺せるんじゃないかと。すごっ、何これ、ネザーのさピラミッドみたい。これなんだよ。これが多分音に反応してね、いけたら音立て、ほらほらほら、え、やばい、何？怖い、え、待って、怖いんだけど、ホラーゲームだ。え、いた、こいつです皆さん。かの有名なウォーデン、遠藤がもはや鼻くそに見えるという。え、どうなんのこれ、え、やばい、真っ暗になるのか。なるほどね、ちょっと盾持っといた方がいいかもしれない。これやばい、暗闇の中にいざなうのか。ちょっとかっこいいね。俺初めて見るんだけど。 Yo Pierre you wanna come out here? すごいなんかね、動きがちょっとね、かわいい。飽きてるわ。こっちこう、あ、届いてないくない？当たんのか？地面当たるのか、果たして。当たってるね！当たってるね！え、これ上から倒せんじゃない？普通に。お前。いった！お前やばい、死ぬ！え、死ぬんだけど！皆さん、なんと私の想像していた2000倍強かったです。不死の塔で持ってないとダメだね、こいつはね。相当強いよ、だって、ほら。全然出ないんだけど。ビビってんぞ、こいつ。出せ、ウォーデンを。あ、やばい、来た。チェスト取ろうとしてたら来んじゃねえ。うざめろ。こいつ、しかも体力バーが見えてないっていうね。やばいよ。いたなにこいつ、お前死ぬんだけど、これこいつ壁貫通して撃ってくる。え、無理だってこんなの、チートやん。やばい、これ無理やろ。お前来た来た、うわ、なんか登ってったらアホだ。いや、ブロックが足りねえ。どこ行った、おー、ホラー映画だ。意外とでも耐えてる、意外と俺耐えてるよ。金リンゴあれば早いな。僕は耐えてないよ、全然耐えてないわ。来んな、マジで来んな、やばい。皆さんやばいです、こいつ足めっちゃ速いです。お前死ぬ、ブロック持ってくればよかった。お前死ぬ、 NO! 暗いとマジで何も見えない。痛いねんそれ。弓でしかやるしかない
水で追われてる、こいつ水で止められてる、ざわみろ、大丈夫皆さん、大丈夫です。金リンゴ、俺には金リンゴがあんねん。お前強すぎやろこいつ。全て予想内、うちです、予想内です。こんぐらい強くないと面白くないからね。ダメだお前、これワンチャンさ、ここ来れないんじゃないこいつ。え、だって無理じゃんこれ。いった、お前マジ許さんぞお前。盾だわ、必勝法は。あ、盾無理だわ。でもこいつね挟んだから、皆さん必勝法です、水でこいつの行く道を防ぎましょう。あと弓、うわ強い、マジでこいつ。倒した。